Et les loulous, on se retrouve pour Yakuza 6. Alors, ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué, mais je vais m'y remettre. Donc, on est reparti. Hop. Donc, je remercie tous ceux qui font les sous-titres, bien entendu. J'espère que vous irez jusqu'au bout. Je vous attendais un peu. Donc voilà. Faut prendre quoi? Un taxi, oui. Ah, je me souvenais plus. Excusez-moi. Dégage. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, je sais pas où on va. Putain, merde. Bah, je sais pas, ça doit être Onomichi, peut-être. Allez, on va y aller au pif. Ok, parfait. Oh, il y a du monde devant et tout. Ah bah super l'accueil quoi. Ah, ça commence bien. キリュウさんでの陽明連合会会長クルスからの伝言ですわ。この町から即刻出てってください。 理由は親父からの命令ですけ。理由も何もないわ。なら俺もそんなもん聞く義理はないな。ほうですか。こっちも手段は選ばんど大っぴらにやっても構わんのじゃ。話はしまいじゃの。踊れな。 Ah, j'étais pas prêt pour la quick time. Oh, c'est fini, oui. Ah, le bâtard. Putain, c'est picote, hein. Showaの黒幕と呼ばれた大道寺実氏ですが、今は面会謝絶ということで、訪れる財政界の大物たちも病状を知ることができないとのことで。
深刻な状況が続いていると見られています。大道寺氏は戦争中旧日本海軍の高級将校でしたが、戦後 GHQ の占領期の後、歴代の内閣に強い影響力を持ち続けたと言われ。あ、兄貴、なんじゃい、いつ帰ってきたんじゃ。連絡しなくて悪かったな。それより雄太は無事なんすか。ああ、ただあいつはカムロ町に置いてきた。今まで何があったんじゃ兄貴。そいつを話しにここへ来たんだ。みんな座ってくれ。話がようわかりませんわ、兄貴。おやっさんがロウを殺すためにユータを道具にした。で、一緒に死ぬように仕向けた。あんたの話はそういう風に聞こえるんじゃがの。奇遇じゃの、頭。わしもじゃ。俺もロウから聞いた話だ。だが、広瀬の親分は今どこにいる。最後にお前らがあの人を見たのはいつだ。おやっさんがブラッと出ていくんはいつものことじゃ。そのうち帰ってくると思いますけ。もし俺が尾道の秘密を暴こうとすれば、そこへ親分が現れるって話だ。その時はあの人はユータやロウのように俺のことも殺そうとする。それもロウが言うとるだけだろうが。ああ、確かにな。わしと松永はノーは兄貴。ほんのガキン頃から広瀬のおやっさんに世話かけてきたんじゃ。わしらは父親がおらんかったけ、あん人がずっと親代わりよ。広瀬一家の歴史っちゅんは村長そこらの組とは違うんじゃ。それを中国マフィアのたわごとに踊らされて、わしらにおやっさんを疑えっちゅんか。どうなんじゃ、あ、キリュウの兄貴。ロウの話を頭っからお前らが聞く気にならねえのは分かってる。俺だって信じたくはねえ。信じとうはないが、信じとるっちゅうことかい。おいじゃったら、キリュウさん、わしらはもうあんたを兄貴とは呼べん。だがもし尾道の秘密を前にしてそこに親分が現れたとしたら、お前らはうちに親試すようなバカはおらんで、わしらは黙って親の言うことに従やあ。ええ、我も元極道じゃったら分かっとるはずじゃ。都合のいい時だけ極道風吹かすのか。我や、なんじゃいよんだら、キリュウさん。ほうじゃ、わしらの頭をバカにしとるんか。踊れら手出すな。表でや、キリュウ、わしと差しで蹴りつけたらんかい。またお前とやり合うことになるとはな、南雲。できればお前を殴りたくねえ。好きにしたらええ。じゃがわしは手加減せんど。広島ヤクザの意地っちゅうもんを見しちゃる。我も殺す気で来いや。好き、うわっ、うわっ、好き、うわっ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 、
手にさらせ。じゃあ踊れる。まだ終わっとらんと引っ込んどれや。違うんじゃ頭、邪魔が入ったで。本家の連中じゃ。続きは後だ南雲。じゃがこいつらは何の目的じゃ。クルス会長からの使いだろ。俺が尾道にいるのが気に食わねえらしい。あんたが尾道の秘密を暴こうとしとるからか。もういい、南雲。連中に俺とはもう切れたと言え。そうすりゃお前らは見逃してもらえる。今さらそがあなみっともないまでできんわい。ええんじゃな、頭。本家の連中に見せたれや。わしら広瀬一家がなんぼのもんかっちゅうのの。南雲、クルス会長が尾道の秘密を守ろうとしているのは間違いない。ほうみたいじゃの。ほいじゃが、おやっさんもそうじゃとは限らんで。親分を信じているならしっかりその目で確かめろ。聞いちまった疑いを抱えたままずっとあの人を親と呼び続けんのか。広瀬一家の絆は取り繕って守んなきゃなんねえ程度のもんじゃねえだろう。当たり前じゃ。え、あ、ほいじゃ秘密を暴きに行くんか、頭。でももし親さんがわしらをそのほんまに襲ってきたら。もしもの話はもうええんじゃ。わしはええ加減そがにややこしい話はもうごめんじゃ。組の子分がおやっさんとあのにいちいち迷うことがあるんか。わしも腹は決まりましたけ。あんたと一緒に尾道の秘密とやらを暴く。ただしわしらが動くんはあんたにおやっさんの無実を証明するためじゃ。それが分かった暁にはしっかり詫び入れてもらわんといけんど。ああ、そん時は俺のことを好きにしていい。男に二言はないの、桐生の兄貴。また兄貴じゃ言うとる。
相変わらず勝手なお人じゃ。踊れも腹決め、松永。田頭もええの。で、どこ行ったら尾道の秘密を暴けるんじゃ。こいつは牢に託されたある場所を示す暗号らしい。ただ問題は、俺にも牢にも読み解けなかったってことだ。あ？解読するにはお前らの力が必要だ。これが牢から受け取った画像だ。なんじゃこりゃ。牢が渡した暗号ってこれだけか。ああ、この暗号がどこかの場所を示しているらしい。使われとるアルファベットは J、B、R、N、M、E、O、I、K。 使われとる数字は7736179221。見る限りアルファベットと数字がワンセットになっとるようじゃの。ああ、これはもしかしたら開示暗号かもしれん。開示暗号？わしもネットでしか見たことがないんじゃが、例えばこの J7 で何かの文字一つ、 B7 で別の文字一つを表しとる。これを解読すると何かの文章になっとる気がしますわ。ほう。あとは開示表さえあれば解けるはずなんじゃが。開示表？この暗号の元になっとる文字表ですわ。例えばあいうえおの50音表をこんな風に数字で置き換えたものが開示表じゃ。この開示表をもとに「こんにちは」を表すと15100423251という数字で表せる。ほう、なるほどな。じゃあ牢の暗号の元になった開示表が何なんか分かればええっちゅうことか。そういうことになります。確か牢は尾道に詳しい人間であれば何か分かるかもしれないと言っていた。もしかしたらその開示表ってのはこの土地に古くから関わっているもんなのかもしれない。よっしゃ、分かった。暗号に関係しそうなものなら何でもええ。今からこの土地を片っ端から調べるんじゃ。へい。Oui, c'est parti. Nanda, 誰かに見られている。気のせいか。なんだ。問答無用か。敵いた。今のは何だったんだ。いや、どうやら化かされたの。あんた見たんじゃろ、刀を手にした亡霊を。ああ、正確には見ただけじゃないがな。わしはここの墓守りをしとるじじいじゃ。嫌に空気がざわめいとったもんで来たんじゃが、原因はあんたがここにおったからか。あんたも
ここの亡霊を見たことがあるのか。あんたよそもんじゃろん。地元のもんじゃったらこの墓場には近づかん。ガキどもの肝試しもここでやるんだけは避けよる。まあよそもんはよそもんで、小川なとこまでめったに来るもんはおらんが。そうか、知らなかったんだ。ええんじゃ、別に咎めとるんとちゃうけ。ここに出る亡霊たちは昔瀬戸内海を荒らした海賊じゃったっちゅう話でのう。海の男は気が荒いけ、亡霊になっても喧嘩相手に飢えとるらしい。あんたが嫌でなけりゃまた来て遊んでやったれや。なんだと？海賊の亡霊か。この町にも喧嘩の種がなくならねえな。あ、キリュウさん、もしかして私の話聞いてくれるんですか？あ、ば、bien sûr。ああ、聞こう。それにしても随分疲れてるようだな、じいさん。全部無難鳥ヘペドナスのせいです。その無難鳥ってのは何なんだ？昔いろいろ問題を起こしてたインチキ宗教ですよ。最近都会を避けてこの辺に流れてきました。特に身寄りのない老人を狙っては信者にしてるんです。もちろん目当てはその懐ですよ。あんたとやり合ってたばあさんはそのインチキ宗教に捕まっちまったってわけか。彼女はミエさんと言います。私は最近この土地に移ってきたよそ者ですが、その時から親切にしてくれました。ミエさんと話してると年がいまなく青春時代を思い出すような。なのに彼女があんなインチキに引っかかってしまうなんて。その宗教がインチキだってのは間違いないのか？間違いないです。それは信者たちの信仰心を競わせながら洗脳するんです。そしてお伏せと言って財産は残らず寄付させる。なるほどな。ミエさんは長いこと介護してた旦那さんに先立たれて弱っているところを連中に突き込まれたんです。私がいくら言っても聞きません。他にも近所で何人も信者になっているんで安心して信じてしまっているんです。私はせめて彼女だけでも騙される前に救ってあげたいんだ。警察には行ったのか？行ってはみましたが取り合ってくれません。警察が動くのは何か事件らしいことが起きてからでしょう。それでは遅すぎるというのに。会ったばかりのあなたにこんなお願いしていいものか。ん？私と一緒に無難鳥ヘペトナス教に行ってもらえないでしょうか？信者になりたいといえばきっと潜り込めます。私みたいな年寄り一人じゃ何もできません。でもこのままじゃミエさんがいざとなったら強引にでも連れ出さないと。分かった、行こう。ほっとけやあんた一人でも教団に乗り込んじまいそうだしな。ありがとう、キリュウさん。それで教団の場所ってのはどこなんだ？線路の近くにあるビルです。そばで若い女の子がビラ配ってますから、行けばすぐ分かります。ならもう行くか？ええ、ただ二人一緒より一人ずつの方が連中も勧誘しやすいはずです。別々に行きましょう。そういうもんか？多分寂しそうな人間の方が連中からしてみたらつけ込みやすいかと。私が先に潜り込んでミエさんを探します。キリュウさんも後からお願いします。ああ、分かった。それじゃあ。
またあの感覚。海賊の亡霊か。また会ったな。何？他にも。またこんなとこに寝かせやがってやっぱりあんたじゃったか。墓守のじいさんか。あんた名前は？桐生だ。桐生一馬。桐生さんか。どうもあんた亡霊たちに気に入られたと見えるの。なんであんたにそんなことがわかる。わしは長いことここで墓守りしとるけようわかるんじゃ。あんたにはわからんじゃろうが、この墓場には今陽気な空気が流れとる。陽気な空気？今まではずっとうつうつとしとったんじゃが、亡霊たちはあんたのことを歓迎しとるらしい。多分亡霊たちの喧嘩っ早い血がたぎっとるんじゃ。よくわからねえな。あんたじゃったら数百年来の亡霊たちを成仏させられるかもんな。この世の中にも救いはあります。世界は暗黒ではありません。ちょっといいか。何でしょう。私たちでお力になれますか。ああ、俺はその悩める子羊なんだが。よくわかります。この属性では誰もがそうなのです。あなたは決して一人じゃありません。ここに来れば救われると聞いてきた。だから俺は。おめえだ。je sais plus。それさ。ムナンチョヘペトナス教に入りたいんだ。まあ、あなたもムナンチョヘペトナスの神を。素晴らしいことです。ようやく光にたどり着きましたね。ああ、長い道のりだった。俺は。何度もくじけそうになりながらここまで来たんだ。もう安心ですよ。扉は開かれました。さあどうぞこちらへ。さあどうぞこちらへ。ちょうどもう一人あなたと同じように今日私どもの門を叩いたフレンドがいます。ん？よろしくお願いします。こちらは私どもの説明を熱心に聞いてくれましてね。早くも教団に溶け込んでいらっしゃるんですねえ、鈴木さん。いえ、それほどのことではありませんが、お褒めいただいてどうも。ヘペトナス。ん？なんだ今のは。は？いや、今急にヘペトナスって。ヘペトナスは我が教団の言葉です。ありがとうという意味が込められています。そうか。さあ、あなたも人に物を教わったら感謝の言葉を。どうもヘペトナス。よかったら彼は私が案内しましょう。同じ日にムナンチョヘペトナスの身元に来たのもきっと何かのご縁でしょうから。それはいい考えですね。じゃあお願いします。私は奥で未熟なフレンドたちにシュレピッピの指導を。シュレピッピ？
この教団独自の言葉ですよ、キリュウさん。修練という意味です。それを奥でやってるわけか。多分ミエさんもその中に。こいつは、これがシュレピッピ。こうやって彼らは精神を集中してクリパスを貯めているんですよ。クリパス、わかりやすく言えば徳とでも言いましょうか。クリパスを貯めて無難チョヘペトナスの神に近づくことがフレンドたちの唯一の望みです。そうか。ご説明どうも。ヘペトナス、鈴木さんはとても飲み込みが早い。本当に今日が初めての無難チョヘペトナスですか？とても信じられません。あなたにはチョモゴメスの必要もないでしょうね。チョモゴメスは何だ？わかりませんか、キリュウさん。それが洗脳を意味する言葉ですよ。何だと？彼らは再教育と言いますが、実態は紛れもない洗脳です。少しでも信者が無難チョヘペトナスに疑いを持つような素振りを見せると、何日も監禁されてチョモゴメスされるんです。思ってた以上に立ちが悪いな、この教団は。その通りです。ところであんた、えらくすんなりこの教団に馴染んだな。え？ここの言葉も使いこなしているし、即席の信者にしちゃ随分板についている。不自然なくらいだ。いや、それはミエさんを救いたい一心ですから、私も必死ですよ。うん？さあ、それより私たちもシレピッピに参加しないと。何？俺たちもこれをやらないとかえって目立ってしまう。さあ、早く。くそ、参ったな。なあ、じいさん、肝心のミエばあさんはいたか？いえ、それが教祖にかなりのお世話を渡すと言っていましたから、その前に体を清めているんでしょう。この建物の中にはいるんだな。もう少し信者のふりをして様子を見るしかありません。ですが急がないと彼女がお世話を渡してしまう。皆さん注目してください。日々シュレピッピを行っている皆さんのために教祖様が激励にいらしてくれます。我らが教祖無難著赤松様がお見えです。あのごついのが教祖なのか？ここの教祖は代替わりするんです。数年前にあの赤松という男が教祖になったようで。皆さん無難著。キリュウさん、あなたも早く。ここの挨拶なんです。無難著。無難著。大変よろしいです。プラス2点。グッド。結構です。我らが神無難著ヘペトナスもお喜びになっています。ご存知のように皆さんのシュレピッピは伏せ臨著することでより純度の高いクリパースを貯められます。例えば今日はこれからフレンドのミエさんが100伏せ臨著を捧げますが。100伏せ臨著。皆さんも負けてはいられませんね。ミエさんは素晴らしいフレンドだ。なんて信心深いの、教祖様。私も明日必ず100伏せ臨著。どういうことだ？伏せ臨著はお伏せのことです。1伏せ臨著は10万円。ってことは見えばさ、1000万円を教団に渡す気ってことか？彼女がそんなに持っているわけがありません。多分家族の金まで持ち出しているんですよ。早く止めてやらないと。それでは皆さん引き続きシュレピッピに励んでください。どうする、じいさん。あの教祖を追えば見えばさんもいるんじゃないのか？なら行くしかねえな。どちらへ行かれると？その私たちは今日入信したばかりで、教祖様にご挨拶したいのですが。ではそれ相応のセリンチョはお持ちかな？そのことで
教祖様にご相談したいのです。フセリン長のこと？私は貧しい年寄りです。それでフセリン長のために町金へ行こうかと。しかし他人の金を借りてのフセリン長を無難長ヘベトナスの神はお許しくださるのでしょうか？もちろんお許しになられますよ。素晴らしい信仰心の持ち主ですね、あなたは。私は感激しました。はあ、よかった。ですが町金へ行くのはやはり恐ろしくて、直接教祖様から背中を押していただきたいのです。わかりました。ではご案内しましょう。あなたなら間違いない。ですがあなたはどうでしょう。ムナンチョヘペトナスの熱心な信者となったか、いくつか質問させていただけますか？テスト？教祖様に粗相があっては困りますからね。まあご安心を。熱心に我が教団の話を聞いていれば簡単に答えられます。いいだろう、何でも聞いてくれ。では第一問目は初歩の初歩です。ムナンチョヘペトナス教でありがとうを意味する言葉は？あ、merde。C'est ça, je crois。ヘペトナスだ。素晴らしい、正解です。よく集中されていたようですね。この程度のことなら楽勝だ。いくらでもテストしてくれ。それでは続いて2問目、シュレピッピを積むことでたまる徳のことをこの教団では何と言いますか？あ、oh, je sais plus comment ça s'écrit。 Ça doit être ça, non？ クリパースだ。正解です。なるほど、よく勉強されていますね。筋がいいですよ、あなた。ああ、真面目にシュレピッピしたおかげでな。それでは引き続き3問目、我らがムナンチョヘペトナス教の教祖様のお名前をフルネームでお願いします。あ、merde。あ、je crois que c'est Sato。 ムナンチョ佐藤だ。あなた、教祖様の名前を間違えるとは。正解はムナンチョ赤松です。いや、そうだったな。よく覚えておきなさい。ムナンチョ赤松様は教団の開祖であるムナンチョ鈴木の法力を受け継ぎました。ムナンチョ鈴木？残念ながら開祖はムナンチョヘペトナスの信仰を恐れた国家権力に弾圧されてしまったんです。インチキだ、詐欺だと濡れ衣を着せられましてね。ですが今はムナンチョ赤松様のおかげで我が教団は未来永劫安泰です。ご安心を。さて、それではいよいよ最後の質問です。チョモゴメスの意味をお尋ねしましょう。お答えいただけますか？Alors là, à la vache le cerveau, c'est un peu brutal, non? 再教育だ。正解です。これも簡単な問題でしたね。以上でテストは終了です。大体理解されてたようですね。これからもこの調子で頑張ってください。ああ。それで、教祖には会わせてもらえるのか？ええ。ご希望通り教祖様にお引き合わせしましょう。どうぞこちらへ。教祖様、失礼します。何かな？本日入信したフレンドがぜひ教祖様にお会いしたいと。二人とも今後が楽しみな信仰心の持ち主です。ぜひ教祖様の祝福をお与えくださいませ。そうですか、よく来ましたね、フレンドたち。祝福としてこれを差し上げましょう。祝福にしちゃ俗っぽいんだな。教祖様、ミエさんの禊が済みました。百伏せ林長の祝福をお授けくださいませ。よろしい。これから大事な儀式なので、あなた方はシュレピッピへお戻りなさい。ミエさん。え、鈴木さん、あんたなんで？さあ、もうあなた方はお下がりください。ミエさん、騙されてるんだよあんた。ここはインチキ宗教なんだ。
お伏せなんてやめてくれ。お黙りなさい。鈴木さん、あんた何ちゅう罰当たりなこと。ほれ、教祖様に謝って。いや、あなた方は何か勘違いされているようだ。確かに私たちをインチキというものも属性には数多くいます。しかしそうした偏見をも跳ねのける信仰心、それこそが無難著ヘペトナスの神が愛する人間の素質だ。我々を疑うのは勝手ですが、無垢なるフレンドの信仰を邪魔すれば必ず神罰が下りますよ。なるほど、お前もすっかりわしのペテン師になったな、赤松。何？ジーザ、お前は無難著ヘペトナスのかつての金庫番だ。海祖の無難著鈴木が詐欺で逮捕された後、警察からも隠し通した金で教団を乗っ取った。誰だお前は。歳を取ったとはいえ、この顔を見忘れるとは寂しいね。まさか。私はかつて無難著鈴木と名乗っていたものだよ。無難著鈴木、あんたが。なんだと。なんであんたがここに。桐生さんも三枝さんも隠しててすみませんでした。でもこれが私の正体なんです。無難著ヘペトナスなんて神はいない。それは私が大昔にでっち上げた嘘だ。どんなに祈ったところでどこにも届きはしない。だからな、ミエさん、亡くなった旦那さんが今のあんたを見たらかえって成仏なんかできないよ。それでもまだ1000万なんて大金を伏せりんちょしますか。まったく笑わせるな。あの無難著鈴木が何をとち狂った。あんたほどのペテン師が見損なったよ。少し無所に行ったぐらいで正義に目覚めたか。そんなんじゃない。私はこれ以上罪を重ねたくないだけだよ。裏切り者が。ドアを閉めろ。誰もここに近づけるな。は、はい。教祖様、何をする気ですか。じいさんばあさんは奥に下がってろ。面白い見せ物になるぜ。無難著ヘペトナスに疑いを持つ者は何人たりともチョモゴメス。早く救急車を呼ぶのです。教祖様がお怪我をされています。皆さん、回復の儀式を。バカ、そんなんで治るか。昔こんな光景を見たことがあります。私もね、今の彼と全く同じだったんですよ。拝むな、救急車を呼んでくれ。ミエさんはもう大丈夫です。他の信者たちも彼女から話を聞いて教団を脱会し始めているようで、あなたのおかげです。キリュウさん、本当にありがとうございました。これは心ばかりのお礼です。わあ、l'œil du dragon。一つ聞くが、あんたは自分が昔作った教団を潰すためにわざわざこの町まで追ってきたってことなのか。実を言うとそうじゃありません。私はまた無難著ヘペトナスの教祖として帰り咲こうと思ってたんですよ。何？刑務所を出た私が他に頼れるものはありませんでした。開祖として教団に戻ればそこには居場所があります。ただ
私の誤算は教団へ行く前に美恵さんと出会ってしまったこと、そして彼女を好きになってしまったことでした。美恵婆さんは今あんたに何と言ってる？口も聞いてくれませんよ。当然です。私も昔は彼女のような人たちを何人も騙して彼らの人生を破滅させたんですから。これからも罪を背負って生きていきますよ。私は犯した罪は一生消えないってことか。ですが私は罪を償うための第一歩を踏み出すことができました。美恵さんとあなたのおかげでね、桐生さん。もし神様ってのが本当にいるとしたら、犯した罪とまっすぐ向き合う人間を悪いようにはしねえはずだ。来たな、海賊たちの亡霊。俺は喧嘩は好きじゃないんだがな、ここまで来たらお前らが成仏するまで付き合ってもいい。始めようか。くそ、なんでいつも気を失っちまうんだ。なんだ、今度は墓守のじいさん来ねんだな。クヒだ。墓からも小林一茶。Ah ouais, c'est parfait, je les ai toutes, ça. Soro soro kuru koro da da. また数が増えてねえか。今度は三人か。チッ、亡霊のくせにキビキビ動きやがって。もう全然人を怖がらせる気はないって感じだな。またこのパターンか。また来てくれとったんじゃの、キリュウさん。じいさん、あんたのおかげかこの墓場の邪気がどんどん払われとるんで。どういうことだ。亡霊たちがこの世に残した未練がもうすぐ消えようとしとるいうことよ。じいさん、あんたは何なんだ。霊能力者ってわけか。わしはの、あんたが見とる亡霊の多分十数代目にあたる子孫じゃ。あんたがあいつらの。この間わしは亡霊たちが生前海賊じゃ言うたが、あんた覚えとるか。ああ、もっと正確に言えば、あの者たちは海賊に雇われた傭兵だったんじゃ。
それで？信長がおった頃の時代じゃが、一時期ここらの海賊同士で争いがあっての、この土地で武芸の修行を積んでた豪の者三人が鳴り物入りで海賊に雇われた。男たちは戦国の時代、刀一本で国を取ろうとまで考えるほど腕が立ったという。じゃが三人の男たちはあまりに船の揺れに弱かった。ろくに刀も抜けず、極度の船酔いに襲われての、いざこれからという時に船から落ちて溺れた。三人ともがか？おお、三人いっぺんによ。なんだそりゃ。おかげで彼らに大金を払っとった海賊は、敵対しとったよその海賊に滅ぼされたそうじゃ。三人の男たちは苦労して磨き上げた力を出し切れず、ただ死んでった。それがこの世への未練よ。だから喧嘩に飢えてたってのか。わしら代々の子孫はご先祖様たちをなんとか成仏させてやりたかったがの、力及ばず、いまだにこの墓地に化けて出る始末よ。ほいじゃが、もしかしたらあんたのおかげでご先祖様たちは成仏できるかもしれん。ご先祖様たちの力を引き出せるのは多分この世にあんただけなんじゃ。じゃけ、あと一度、もう一度だけご先祖様たちとの喧嘩に付き合うてやってくれんかの、桐生さん。あと一度だけか。そいつは寂しいな。この墓場の異変もこれで最後になるのかもな。なるほど、本当にこれが最後の喧嘩らしい。なあ、一つだけ頼んでいいか。お前らとの喧嘩の後、いつもこの墓場で目覚ますもんで服が汚れるんだ。できればそこは何とかしてほしいんだがな。聞いてくれたか？Énorme. ここは水軍アパート。どうやってここに？墓場の亡霊たちはどうなったんだ？行って確かめてくるか。桐生さん。じいさんか。お礼を言わせて使わさい。おかげでご先祖様たちが成仏できましたんで。あんたにはわかるのか、それが。ええ、わかります。ありがとうございました。子孫のわしらにもできんかったことをあんたはしてくれたんじゃ。いや、
俺もあいつらとの喧嘩を楽しんでた。連中のためだけにやったわけじゃない。ほうですか。じゃがわしにとってはご先祖様の無念を慰められんかったのがずっと未練じゃったけ。そうじゃ、よかったら桐生さん、これを受け取って使わさい。ほんの気持ちじゃ。うん、これは魔除けのお守りみたいなもんじゃけ。それ身につけとりゃもう亡霊を見ることもないですけん。それじゃかえって寂しくなる。じいさん、まさかあんたも。おいおい、どこまでが本当なんだこれは。Ouais, c'était énorme. Donc les loulous, nous on va s'arrêter là. On prendra donc la quête principale dans le prochain épisode. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Bye bye!